こんにちは、社会福祉協議会です。お家でできるタオル体操を紹介します。無理はしないように楽しんでやってみましょう。ではタオルを両端を持っていただいて腕を下ろします。じゃあ上に上げて腕をまた下ろします。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、はい。じゃあ今度は頭の上に腕を伸ばしていただいて左右に体を倒します。はい、1、2、3、4、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 はい。じゃあ今度は体をひねる体操です。じゃあ腕を伸ばしてもらって1、2で横に体を向けます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、はい。じゃあ今度は腕を前に押したり引いたりします。じゃあ胸の前から始めます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、なるべく前に5、6、7、8。今度は背中の方でタオルを両手で持ちます。じゃあ上下に腕を伸ばします。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。じゃあ今度は手を持ち替えます。はい、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8。じゃあ次はタオルを足の先に引っ掛けます。アキレス腱を伸ばします。両手でタオルを引きましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。じゃ足を変えます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。じゃ今度はおへその前でタオルを持ちます。膝上げを繰り返しましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7。もう一回、1、2、3、4、5、6、7、8。今度は床にタオルを縦に置きます。左右どちらかに立っていただいて左右のステップをします。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。膝を高く上げます。5、6、7、8。ではタオルを首にかけていただいて手を楽に下ろします。最後はゆっくり深呼吸をします。皆さんもお家でやってみてくださいね。やってみてくださいね。